ソラヤー・エスファンディアーリー・バフティアーリーは、イラン最後のシャーである、モハンマドレザ・パフラビーの二度目の王妃。ソラヤとも表記する。イスファハーンのバラ、緑色の瞳のディーバ、ペルシャのエヴァガードナーの異名を持つ通り、1950年のイラン国王、モハンマドレザ・パフラビーとの婚約以来、絶世の美女として知られた。父は、イラン南部のバフティアーリー族の貴族で財政独裁し、 母はドイツ人。1950年に予定されていた結婚式は、ソラヤーの病により1951年に延期されたが、ソラヤーが病床に伏せっている間、国王は毎朝彼女にジュエリーを送ったと言われている。継承者を作ることができず、国王は離婚をせず、その代わりに代理母としての側室を置くことを提案するが、ソラヤーは拒絶。 両親の住むドイツに去り、結婚生活は7年で終わる。深い悲しみの表情を浮かべて、離婚を表明した国王の会見は話題になった。離婚した後は、イラン王女の称号を送られ、月に7000米ドルの年金を国王から送られ続けた。ヨーロッパに移住後、彼女のことを歌った、フランスの歌手フランソワー,ーズ・マレ・ジョリスの曲がヒットするなど、 悲しみの王妃として高い知名度と同情を得ていた。彼女を、社交界と大衆は歓迎し、映画出演のオファーを得て、数作の映画に出演。俳優のマクシミリアンシェル、オートバイのザックスの創業者の子孫で、実業家、ギュンターザックスらと浮き名を流す。その後、イタリア人映画監督、フランコ・インドビナと同棲していたが、1972年、インドビナは、 飛行機事故で亡くなる。1991年、自伝を出版。晩年は、パリで、かつての次女たちや、実邸などイランからの亡命者に囲まれ暮らしていたが、インドビナの死後はずらった鬱病からか、人を遠ざけることが、年々多くなっていた。2001年に、パリで死去。パリでの葬儀には、モハンマドレザ・パフラビーの妹と、弟、ヨーロッパの貴族らが出席。 ミュンヘンにある両親と兄弟の墓の隣に埋葬された。2002年に遺品がパリでオークションにかけられ、総額約830万ベイドルで取引された。とりわけ、ディオールによるウェディングドレスは120万ベイドルで売却された。ありがとうございます。